はい、こんにちは、ベイです。今回は、まるっと Wi-Fi 誠意を感じるについてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ、2020年3月18日通信障害が発生したドナトキュン Wi-Fi、そのまま使い放題を発信、毎月 25GB 制限に強制プラン変更、ついに総務省も行政指導を始めた Wi-Fi 業界、無制限使い放題って言ってる26社を調べてランキングを作成すると、どの会社も壊滅状態。今回は、名前を全然聞いたことなかった、あの Wi-Fi を調査。ということで Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1、まるっと Wi-Fi 誠意を感じる。2、みんなの Wi-Fi 状況をツイートまとめ。それでは行ってみましょう。1、まるっと Wi-Fi 誠意を感じる。以前アップした動画のコメント欄にて、1000登録マイナス53万さんから Wi-Fi 情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。ベイさん、まるっと Wi-Fi って紹介してましたっけ？通信速度低下の現在の基準である 300GB の制限をやむを得ず下げる変更する可能性がありますと、現在公式サイトに書かれていて、サイレント制限している会社は見習えと思いましたとのこと。まるっと Wi-Fi って全然聞いたことありませんでした。調べてみます。ほぼ無制限、大容量 300GB のモバイル Wi-Fi、 まるっと Wi-Fi。 ほぼ無制限というところに良心を感じますね。まるっとシリーズっていっぱいあるんですね。まるっと電気、まるっとガス、まるマルットウォーター、マルット光と、その中の一つ、マルット Wi-Fi。ホームページは綺麗で簡潔です。料金プランから見ていきましょう。ドン。プランは 300GB1 本。初期費用3000円。月額3280円。2年縛りあり9800円。で、貸し出しルーターが2種類あって、解約時に機器をご返却いただけなかった場合の端末弁済費が1万円と1万5000円という違いがあります。2年縛りはあるものの、解約金9800円は安めな方ですね。そして 300GB 3280円はソフトバンク再販型 SIM 値上げ後のこの世界では破格です。というか値上げ前の世界でも選択肢に入るほどの安さですね。あと特徴的な制度がこちら。ドン。まとめて便利、まとめてお得。マルトシリーズのご契約に応じて毎月のご利用料金から割引が適用されますとのこと。マルトシリーズを複数契約でどんどん安くなると、11サービスで1000円割引。11サービスも使うのはさすがに法人とかかな。使用の確認はこれくらいにしておいて、いよいよ肝の部分ですね。ウェブサイトにちゃんと複数箇所書いてあるこの文章。ドン。2020年4月13日にリリースいたしましたマルット Wi-Fi ですが、現在の新型コロナウイルスの世界的な蔓延の状況下で、在宅ニーズが日々急速に加速している事実により、全ユーザー様の利用状況によっては、通信速度低下の現在の基準である 300GB の制限をやむを得ず下げる変更をする可能性があります。申し込みのご検討していただける皆様におかれましては、あらかじめご理解をいただきご検討していただきますよう何卒よろしくお願いいたしますとのこと。当然ですよね。変更する可能性があればちゃんとサイト上で告知、当然ですよ。これができてない会社が多いこと多いこと、どの会社も意図的に隠蔽しまくってますね。これができてるだけでこの会社はまともだなーって思ってしまいます。そしてまともなポイント続きまして、よくある質問の1個目、ドン。速度低下となる基準が 300GB より下がる可能性はどれくらいありますか？またその場合の保証はどうなりますか？アンサー。新型コロナウイルスによる今後の世界的な情勢変化、それに伴う日本における在宅ニーズの急速な高まりが予測困難なため、大変申し訳ございませんが、通信速度の低下の基準が現在の基準である 300GB より下がる可能性がどの程度なのかについては、当社としての明確なご回答ができかねます。皆様からこのお問い合わせに対する当社の対応を明言することが強く求められていることも深く理解しておりますが、本商品リリース直後に状況が急転してしまったりという、先行きは全く不透明な状況下であり、皆様のご期待に沿える回答ができないことを深くお詫び申し上げます。ただし当社の商品である以上、その性能の不具合による非は皆様には一切ございませんので、万が一そのような事態になってしまった場合にはお客様第一で対応策を検討するというのが当社の考えであります。どうぞご理解いただきご検討いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げますとのこと。なんでしょうかね。この会社のことを全然知りませんが、しっかりとよくある質問の一番上でユーザーが答えてほしいことを回答してくれています。口だけなら何とでも言えるという意見もあるかと思いますが、個人的な主観だと誠意ある対応してくれる会社に見えます。そしてまだまだまともポイント、在庫切れのお知らせドン。在庫切れのお知らせ、大変申し訳ございません。 Wi-Fi の速度制限トラブルやアフターコロナ問題などの状況を踏まえて、既存ユーザー様にご迷惑かからないことを第一と考えた結果、新規お申し込みの再開について
についてはもうしばらく慎重に検討することといたしました。ご予約の受付自体は引き続き行いますが、ご連絡までにお時間がかかる可能性がございます。あらかじめご了承ください。再開の目処が立ちましたらご連絡をいたしますので、ご連絡を希望される方は下記の予約フォームよりエントリーしていただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。なお、ご自宅に限定されてしまいますが、光回線を導入し無線 Wi-Fi を利用することもできます。光回線での Wi-Fi 利用には通信容量の制限はございませんので、モバイル Wi-Fi の無制限トラブルが不安な方には光回線での無線 Wi-Fi 利用をおすすめしております。ご希望の方はこちらからお問い合わせください。皆様のご多幸を深くお祈り申し上げますとのことなんでしょうか。いい文章です。誠意があり情報がわかりやすく、光回線の進め方も嫌味がありません。あくまでお客様第一というのが伝わってきますね。え、褒めすぎ？だってそう思うんだもん。思わない？ツイッターの意見も見てみましょう。最近トラックのポータブル Wi-Fi、マルット Wi-Fi にしたんだけど、かっこ新しい参入だし、機材送られてくるの3日できたから。クラウドシムだから意外とつながるし、用つべじゃ困らんから助かる。マルット Wi-Fi、何の問題もない。マルット Wi-Fi にしてよかった。UQ 捨ててマルット Wi-Fi 契約したけど、これええな、とのこと。ポジティブな意見が並んでいますが、いかんせんユーザーが少なそう。結局いい感じのプランですが、既存ユーザーのためにも受付停止しているマルット Wi-Fi、 動向をウォッチしておいてもいい会社な気がしました。富士 Wi-Fi、 iWi-Fi、 マルット Wi-Fi とにみんなの Wi-Fi 状況をツイートまとめ、 Wi-Fi の状況を正しく掴むにはお金をもらって宣伝している YouTuber やボットツイートの情報ではなく、何の利害関係もなくツイートしている一般ユーザー、みんなの Wi-Fi 状況をツイートをさらっとまとめ、真実だと思われるものを選別はしていますが、昨今の情勢上刺激が強めなので辛いのが苦手な方やお子様はお気をつけよう。やっぱり声色を変えて楽しくしようかな、どうしようかなって思ってます。それでは行ってみましょう。どんな時も Wi-Fi 使ってるんだけど、18時を過ぎた瞬間に通信速度がとてつもなく落ちる。絶対に裏で通信制限かけてるわ。 Netflix や YouTube がちょいちょい止まってイライラするシーン。どんな時の Wi-Fi、 昨晩から全然繋がらない、マジ最悪。というわけでまた富士 Wi-Fi に出戻って、今度は SIM100GB プランにお世話になることにしたのでした。バカデカルーターではなく、無制限プランの時に使っていた FF030W に戻るし、めでたしめでたし。どんな時の Wi-Fi も使っていましたが、 25GB 制限されて富士 Wi-Fi に切り替えました。どんな時の Wi-Fi 無料になったので、まだ手元に置いています。4月の時には富士 Wi-Fi もクラウドサービスあったんですが、なくなっちゃいましたね。ザ Wi-Fi、10M 出てる人いるけど、自分は今 0.3M よ。本当にひどいよ。現場からは以上です。やっぱり、どんな時の Wi-Fi とザ Wi-Fi がやばい。この情報を聞いて注意しつつ、まだ私はいい方なのかもってご利用ください。被害に遭ってる方はあなた人じゃないから一緒に頑張りましょう。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。誠意ある対応する会社は見ていても気分がいいし応援したくなりますよね。でも今までマルット Wi-Fi ってほんとかけらも聞いたことありませんでした。立て直すことはできるのかな、頑張ってほしい感じはありますね。そして最後になりましたが、話は変わって、Amazon 欲しいものリストに入れていたボーネルンドのマグフォーマーが届きました。ペンテルさんからでした。ありがとうございます。ちょうどチャンネル登録者数も1000人になって、ちょうどありがとうございます。メッセージもご紹介しておきます。可愛い段ボール破壊娘さんに貢ぎ物です。いっぱい段ボール壊してねとのこと、ありがとうございます。今までメッセージを書いてくれた方もいらっしゃったんですが、すいません、ご紹介してなくて。ちゃんと読んでますよ。そして皆さん知ってますか、ボーネルンドのマグフォーマー、磁石でくっつくブロックなんですけど、これめっちゃ高いんですよ。うちにもちょっとあるんですけど、ちょっとしかないので欲しいものリストに置いていたんです。例によって使用者である我が家のプレゼント開封係に仕事をしていただきました。僕にプレゼントを与えてくださる限りなく神に近い人間のような神のために、概要欄に Amazon の欲しいものリストを置かさせていただきますが、お返しは動画内でこうやってお礼を言うことくらいしかできませんので、お許しください。慈悲深き神々よ。ということで、いつも高評価コメントありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き Wi-Fi 業界の動向を観察考察し、情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたの役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、あと最後まで見たよーとだけでもコメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。以降は開封動画になります。できなかった。
車だね。開けない、開けない、開けない、あんた買ったかった、買ったかった、買ったかった、買ったかった。穴開ければいいんじゃない、ビニールに。あれ、ここ、うん、そう、そこに穴開ければ。それ破れない？破れない。お父さんやる。うん。よいしょ。ほら。よかった、よかった。どこ？穴開けたよ、今。どこ？取れないの、まだ取れた。車で来る？うん。どこ開けるだろう。開けた。お父さん、じゃあどこ開けるの？さっき転んじゃったこの頃。開けない、硬い。硬かった。ここ。そこをちょっと見せて。そこじゃないんじゃない？どこ？これだね。ん？どこ？ちょっと待って。どこ開けるの？これだね。開ける。そこから開けんじゃないの？どこ？ここ？うん。開かない。そうじゃないでしょ。どこ開ける？ここ？うん、こう、こうでしょ。開ける、開ける。なんか開いてた。車？車開いてる？開いてる？どっち開けるの？できない。できな
出てこない？出てこない。出てきてんじゃん、ちょっと。出てきてんじゃん。どこ？もっと振れば出てくんじゃないの？ほら。出た、見るけど。これなんか入った。あった、見て、これはタイヤ？タイヤだね。どうやってくっつけるんだろう。なんだこれ。くっつくんじゃない？そのブロックが。これと、こうなの？ブロックとくっつけんじゃないの？ブロック？うん。これ？うん。こう？こうなの？こう？こうなの？こう？こうなの？くっつかない？くっつくんじゃないの？どこ？金色のとことくっつくんじゃないの？金色？うん。どこ？タイヤの金色。どこ？これ？うん。タイヤの、タイヤの。タイヤ、ここ？うん。くっつける？ほら、金色のとこない？金色？金色どこ？これ？どこ？銀か。銀？うん。こう？ここどこつくんじゃない？ここ、ここ。ここ？うん。くっつく？うん。くっついた。くっついた？あとは？あとこれ？二つくっつく？くっつく？お父さんいる？うん、できなかった。できなかった？うん、作れない。作れない？うん、あれ？できた。できた？
完成？できた？こっち？男の座った。うん。ここなの？ここなの？こっち？ここ？あれどこ作るの？どこなの？ここ？どこでもいいんじゃないの？どこ？ここ？うん、そこでいいんじゃない？乗った？乗った。プレゼント嬉しい？うん、いっぱいね。これいっぱいある男の子。いっぱいある男の子乗ってる。いっぱいあるよ、見て、ほら。うん、乗ってんね。よく遊んでいい？いいよ。ペットマンこれ。よかったね。